私は2020東京で輝くパラドゥ。視力は右も左も全く見えていません。右は1歳前で、左も1歳半ぐらいには見えなくなった。太陽の光とか強ければ晴れてるなっていうイメージがありますし、空気の冷たさとかで今日はいい天気だなっていうのを感じてます。青空が好きで、曇りなく広々と澄んだ空って想像してると、自分の悩みとか小さなものだなっていう風に感じる。高校2年生の時に、お前はセンスがあるからゴールボールをやってみないかって言われたんです。ゴールボールは音を聞くんです。鈴の音、選手の声、足音、選手がラインを触ってる音だったりとか、いろんな音から相手が今どういう動きをしているんだろうとか、気配とか、そういうのを感じ取って想像力も使いながらプレーをしていきます。2020年の自分へ。感情をコントロールすることって大事だなと思ってるんですけど、感情を無にして冷静にプレーをする。チームのディフェンスの要になります。